ラウル・バーレ、ラウル・バーレは、カナダの画家、イラストレーター、初期のアニメーターである。スラッシュシステムなどアニメーションの基本的な技術のいくつかを考案した。モントリオールで生まれた。父親はワインの輸入商人であった。モントリオールの学校で学び、20歳になる頃には、出版物の挿絵を描くようになっていた。1896年の春に、パリに渡り、2年ほどを、 私立美術学校のアカデミー・ジュリアンでアンリ・ロワイエに学び、その後国立高等美術学校のジャンポール・ローランスの教室で学んだ。1898年3月からステンの創刊したパリの雑誌レシフレットに漫画を描き始め、その他の出版物にもドレフィス事件を批判する漫画などを描いた。百九十八年の八月にモントリオールに戻り、レモンド・イーラストレイや レディバッツなどの出版物やモントリオールの新聞、ラプレッセなどに、挿絵や漫画を描く一方、展覧会に絵画を出展した。1912年に、ニューヨークでアニメーション映画を見て、アニメーション映画の制作を志し、映画会社のエジソンスタジオで仕事をした。ビル・ノーランと知り合い、アニメーション広告映画を制作しようとした。1913年には、ニューヨークに移り、 ラウール・バリーやバーブなどのペンネームで漫画家作品を新聞の日曜版に連載した。1914年にエジソン・スタジオを辞め、ノーランとバー、ノーラン・スタジオを設立し、後にバー・スタジオに改名した。新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストが設立したアニメーション映画制作会社インターナショナル・フィルム・サービスが競争相手となり、1916年に 多くのアニメーターが好条件で引き抜かれ、ノーランも IFS に移った。バールは別のアニメーションのパイオニア、チャールズ・バワーズらと協力して対抗するが、1919年にはスタジオを辞め、バースタジオは1923年に破産した。その後のアニメーションとの関わりは1926年になって、フィリックス・ザ・キャットの制作チームに加わった。アニメーション技術の分野では、 スラッシュシステムと言われる、動かない部分を最初に描き、次に動く部分をそれに合わせて描いていくという手法を考案し、制作時間や工数を短縮した。また連続した場面の絵がずれないようにする通し穴で、位置決めする方法も考案した。ありがとうございます。